222。ロマンを追う気はあるのか、石。やれるの？お前。いいよ、悪くないよ。お前か？伝説に挑むのは。石くんいいよ。はい。チャンスD。対左 E。盗塁 D、走塁 E、思いやりあり。探し打ち、さよならのとこ、エラー。エラーはすぐ消そう。守備と肩はすこぶるいいんだけどね。まあ、でもミートのパワーも考えても、まあ、いけなくはないんじゃないか。エラー消えれば。一応お前もしかしたらロマンを追う可能性があるので、髪の毛はね、ちょっとね、伸ばしてもいいです。ちょっとかっこよくしてもいいです。ちょっとなんか、一昔前のギャルを見てだけど、頑張ろう。うん。ちょっとね、一昔前のギャルをみたいな感じで、K みたいになってるから。頑張れよ、秋ピカ。お前でも、これ、秋とかがさ、これ、めんどくさいから、ない方がいい。お前、石、光とかにしとけ。こっちの方がかっこいい。登録名は石。こっちの方がいいんじゃないの？うん。ちょっと言いにくいから。光くんね、君ね。頑張って。光くんじゃなくて、光くん。やっぱロマンを追う光となってくれって多分あれじゃないかな。お母さんがつけたんじゃない？さてー！高校通算第1号！いいねー！はい、10打点突破。いいよ、調子いいよ。おそれ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 。いいね。出らしいね。先ほどのプレイです。完璧。最高。いいね。本日戻しょう。15打点。いいよ。1年生のこの時期で15打点はかなりいいよ。お石は多分ね、阿部人が持っていけるほど、まだ能力上がりきてないんだよね。打撃。石固め打ち。あ、いいよいいよ。もう全然それでもいい。助かる。さて、いいな、石。だいぶちょっと、オートでね、一本出るのはね、非常にいい傾向なんですよ。3本20打点。いや、20打点到達するのはかなり優秀だからな。いいねー。最初タイムリー。いいな、1年生。おっ。いいねー。石。27打点。おっ。いいねー。いいよ、石、マジでいいぞ。最高。えっ、そうしろ。申し分なく。石井1年目の夏優勝。石井マジめちゃくちゃ良かったよ。対左 C。 おっ、2段階上げてきてるね、石井くん。よいしょ。いいね、対左 E だったもんね。2段階上げてきちゃってるね。じゃあ、それはロマンを追う覚悟はあるということでいいのかな、石井くん。いいね、2段階上げてるのいいな。これ対左 E だったんだよ、石井。なんで石井ベンチになってんのよ。4割1分9厘、3本12打点。いや、打率も結構ちょっと打ってない？ 4 割2分6厘、4本27打点1盗塁。いや、いいよ。だって、野尻とか2割後半とかじゃなかったっけ？ 2 割も打ってなかったっけ？石よくこんなに高打率残してんの。やっぱミーと A まで乗ってんの助かる。12打点も上げてんでしょ？いや、いいなぁ。そうそうそう、それそれそれ、おそうそうそう、そうやって着実にね、行こう。もうこれ30打点乗ったんじゃないか。
お、へえ、いいよ、書いてこれる。よしよし、そういう一点大事なんだよな。おっ、へえ、転直、いいね、石どんどん打っていいからな。いいよ、おっ、へえ、いいね、頼むぞ石。おっ、だいぶパワーもついてきたもんな石な。おっ、バゴバゴ言っとけ、かっこいい、それそれ、いいな石な、バゴバゴ言ったれ、かっこよ。もうなんだそのやる気のねえ打球、もう1試合無駄になっちゃってんだからもう。いや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 、もういら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 、菅ここで前進守備をします。いやー石ちょっと行ったっていいからな。いいね、先制スリーラン、いいね石、やったろうな、バチバチにやったろうな。いいよ、やってこい、いいね、おさすがだよ、こういう場面でちょこちょこ一点取ることが大事。詰まりながらも持っていく逆境丸、いいね、ロマンを追う自覚は出てるね石。へいよっ、何の申し分もなく春優勝。もう負けは許されないからね、夏も6試合あるし、そこに関してはちょっと松本ドラゴンに比べてもちょっと優遇はあるかもしれない。3番ファースト石、3割9分3厘6本43打点1盗塁。一応ね、夏のペースは良かったんだけどね、ここからね、バチバチまくろ。待て、いいね、本日4打点、いいね、やれるね。待て、いや入るでしょ、おっ、いいね、もうぶち込んだれお前、もうじゃんじゃんにぶち込んだれ。お、いいね石、いいね、いいね、お、そういう打点大事なんだ。お、戻る、大事大事、ナイス頼む、逆転スリーラン、お、いいね石、最高、お、いいねえ石、お、ロマンを絶対に成し遂げたいという強い意志が認められます。素晴らしい。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。いいね、ちょっと石君いいな。へえ、いいね、そこちゃんと打てる。お、元気に8打点ですか今日。お。14打点 !3 試合で結構化け物だな。8本61打点。石いいよ。ペース的にはかなりいいよ。いいな。ナイスバッチ!入るよな?お!いいねー。もうバチバチに行ったっていいぞ、石。この夏すごい輝いてるな。いいな。ロマンを覚悟。素晴らしい。本日2本目場外ホームラン、この男ガチ、いいなぁ石、おっ、いいね、ちゃんとそういう場面打てるのいいね、おっ、さあ石出番だ、てぇ、ま
松本ドラゴン越え完了。こいつはガチ、こいつはガチ。お、いやいやいや、これ石井はガチだぞこれ。お、そこで一振りで決めてくる優勝。6割5分5本23打点優勝、優勝。で、代表はもうみんなね、無理やりキャッチャーにしてるんで、多分今江が行く。あと藤崎が行く。で、あと石井に行かせたい。で、ちょっとあの、福ちゃんがね、代表枠をなんか狙ってきてるので、お前は絶対に行かないでくれ。頼むから。石井はもうちょっと、どんな手段を使っても行かせたいんだけど、アベレージヒッティングね、あと残り1冊なんだよね。で、もしかしたら代表行って持ってくる可能性もあるわけですね。アベレージヒッティングで一冊だけなんだけど、石井はでもここまで来てるから、もう石井ちょっとつけようか。あげよう。うん、これが一冊目だからな。それそれそれ、どんどんやったれ、石井。この夏バチバチでいったれ。最高、全然それでいい。うん、最高です。本日5打点いいねー、最高。アベレージヒッティングって最高、主敵いいなー。もう期待してるよ、石井くん。うん、いいよ、5打点完璧。うん、最高、全然それでいい。よし、回る。これが走塁 B の良さなんだよな。工藤マジでええわ。そこ回ってくれんのマジ助かる。お、それ最高、それマジで最高。80打点到達。始めて。お、最高、それ一番最高。お、いいねえ。石、やっぱロマンを絶対に達成したいというその強い意志が見受けられる。本当に素敵。お、別ショートバウンド、何の申し分もなく、石2年目の夏甲子園優勝。何の申し分もない。いいね、石もこの夏相当打ったぞ本当に。さあ代表ね。いや、石いけるだろ、これ。みんなキャッチャーにしてんだから。石でしょ？おっ！おっ！そんなわけないからな。行ってこい。さあ代表帰ってきました。ここはもうね、日頃の行いがもろに出るから。被るか被らないか。結構いいと思うんです、日頃の行い。優勝！偉い、それは偉い。石井くん、3番ファースト。大会ベスト 9！ おめでとう！問題は何を得て帰ってきたかなんだよ。まあ、打率だって4割4分8厘、1本12打点上げてるんで。パワーヒッター！これ持ってきた。うん、オートでもうお前もうバゴスがいったね。もういいよ、それはそれでいい。パワーヒつくのいいよ。これオートでホームラン打てるっていうのがポイントだから、バチバチにいってもらっていい。現在石井くんが、4割4分2厘12本83打点なので頑張っております。この男、秋バチバチにやったってください。